チです。どうも、アクセントの武田。出張と、アイドです。アイドさん。はい。10キロ完走後、早食い対決。これから一斉にスタートして、各自10キロ走ってもらいます。はい、結構距離前提として前提がおかしいな。で、10キロ完走した後に牛丼を早食いするという企画をやっていきたいと思います。はい、うん、で、これ普通のね企画だと大体の人が10キロスタートから測ると思うんですけど、今回早食いで競うところは本当食べるところだけなんで、乾燥した状態で競うで、誰が一番そのタイムが早く食べれるかっていうやっていきたいと思います。はい、そのペースの話なんですけど、今回一応歩くの禁止です。最低でもジョグしてください。うん、それでは早速やっていきたいと思います。それではいきます。早速始めていきたいと思います。はい、はい、それでは10キロ完走、牛丼早食い対決、よーい、スタート。はい、はい、どうぞ。いってきます。ある程度、いつものランニングペースでいきたいと思います。はい、というわけで始まりましたね。まあ、この10キロランニングにおいて、ほら、速さ関係ないんですよね。この走る速さは関係ないので、自分のね、気持ちよくランニングをしようと思います。はい、というわけで1キロちょっと走りました。かなりペースね、速すぎて飛ばしすぎました。1キロ4分半はちょっと速すぎなんで、もうちょっとゆっくり行きたいと思います。頑張ります。すごい、1キロちょい走ったかな。きついっすね。タク速い。まあ競争じゃないんで、ここある程度自分のペース行きたいと思います。ということで第1ポイント通過しました。はい、というわけで約3キロぐらい終わりました。まあ、ペース的には問題ないと思いますけれども、足が痛くなりそう。そんじゃまた頑張ります。もう少しで折り返しなんでね、折り返しまで行っちゃえば気は楽なんで。ということで第2チェックポイント、まあ大体3キロちょいかな。やべ、もっと準備運動したくないか。頑張ります。ということで、では第2チェックポイントの通過です。もうずっとこうなんだ。はあ、というわけで折り返し地点やってもらいました。はい、折り返します。残り5キロ頑張るぜ。あの2人は見えませんけど頑張ります。早いやつが来たぞ。チェックポイント中間地点、セブンイレブンに到着しました。ということで、ここで切り返して戻りたいと思います。はい、U ターン。バイト、バイト。ということで、セブン看板をターンして折り返しです。なっけ、これで5。シャレなら、シャレなら、シャレなら。残り3キロくらい。とりあえず足が痛い、僕見物じゃねえから、みんなもうパッパと早く終わらせてやりたいと思いますよ。ということで、第4チェックポイント信号に止まってしまいました。あともう折り返し得意すぎてね、言うてあと3キロぐらいなんで、まあもう逆にアドレナリン出て何もないって感じです。頑張ります。ということで、あーちょっと過ぎちゃったけど、第4チェックポイント早です。もう言うことありません。はい、残り 1.5 キロないぐらい、本当ラストスパート。もう直線上行けばゴールです。もうずっと直線上なんですけども、最後のチェックポイント、まあ今ね取り過ぎました。あと本当2キロもないと思うんで、このペース維持して頑張りたいと思います。はい、というわけで10キロ完走しました。はい、もうそこ悪天発です。で、もう入った瞬間まず秒で食べないといけないんで、よいしょ、気合入ってくるぜ。なんだこれ、面白いな。よっしゃ、来るぜ。はいはいはい、タイムとりあえず出します。いきます、よーい、スタート。いただきます。あっちへ。いただきます。うん、うまっ。うん、うん。マジ喋んねえな。
はい、うん、こまめ、はい、ご参加した。まあ走った後にしちゃいいタイムじゃないかと思われますね。やりきった感がすごい、一気に疲れがきた。840キロカロリーも消費しました。これよりね、これ700ちょっとなんで100ぐらいね、まだ余ってるんで気が楽っすね。ということで、第6ファミマに着きました。走っていきます。イワンテオショウちゃんです。お疲れ様です。お疲れ様でした。陽気さとちゃんと疲れんな。いただきます。うまっ。うまいよな。うまっ。ちゃんとうまいんだよな。こっちか。飲み込んだ方がいい。はい、ごちそうさまでした。食べ終わりました。いや、お前早すぎ。来ました。え、あ、来た。早い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 早くさ、あいつ顔が、あれ顔が日焼けしてないこれで。死ぬかと思った。5キロつけんで顔死んでたから、ね、ハイタッチした時めっちゃ顔死んでたよ。いやーマジで、でもすがすがしいね。気持ちいいよ。気持ちいい。マジこれバズったら一応これやってくよ。やだの。はい、飲み込んだら終わりです。はーい。あ、ごめんごめん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやーでも全員含めて1時間ちょっとで終わったよ。そうだよ。じゃあ結果発表。はい、走る順位あんま関係ないんですけど。そうですね、まあ、そう走る順位でいきますか。私の10キロ走った後の牛丼のタイムは2分18秒。おお、早っ。いや結構ね、いやがっつけたよ。俺どうだろう、勝手だから。私の10キロ超え牛丼早食いのタイム2分14秒。うわ早い。いや4秒か。でも陸上の世界は4秒でいけんだよ。陸上はな。10キロ超牛丼タイムは4分11秒。おー、2分は無理だろ。これまだ水飲んでたわ。まあ僕らが楽しかった。楽しかった。いいえ。やっぱ楽しいだ。めっちゃ楽しかったんだけど。だっていいじゃん。だって単純にハイタッチした時とかもうさ、あーそうそうそう、あ青春だなと思って。頑張ろう。1ミリですか。おかしいおかしい。風を切って走る運動後に食べる牛丼はうまいっていうことで、最高です。牛丼の方固定したいなって思ってるんで。あ、なるほどね、うん、今一番やりたいの 50m 水泳牛丼。ああ、それはおもろいわ。絶対おもろい。できるものやっていきたいと思うんで、はい、楽しみにしててください。はい、それではまた次回の〇〇牛丼でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。シリーズ化してたんだ。本日もご視聴ありがとうございました。 10kg の後に食べる牛丼は苦しいかなと思ったら、まさかの美味しい方が勝ちました。やっぱ食欲っていうのは最強ですね。次回のアクシデンターズはご飯おかわり企画第3弾、なんと家系ラーメンでやりたいと思います。これねマジできつかった。ラーメンいっぱい食べてからご飯いっぱい食わないといけないってどういうことだよ。次回もお楽しみに。